皆さんこんにちは。岐阜県のご当地アイドルルート2コッパのみかんです。みかんの SKE48 聖地巡礼ということで、今日は SKE48 28枚目シングルのあの頃の君を見つけたのカップリング曲である、世界のスーパーヒーローの、ミュージックビデオの撮影場所である、こちらの世界の山ちゃんさんに来てます。はい、今日はあの特別に取材をさせていただけるということで、もうあのみかん初めての取材なのでめっちゃ緊張してるんですけど、あのそのミュージックビデオのなんかメンバーがあの撮影した場所だったり、あと手羽先とかもいただいたりして楽しみたいと思います。世界の山ちゃんさんの女子大店さんに、行きたいと思います。ミュージックビデオの撮影場所で2階なんですけど、メンバーが踊ったりあと食べたりしてる場所になります。左側、おおこちらもですね、すごい、ここはすごいあのミュージックビデオでめっちゃ目立つところですね。あ、ここで並んでましたよね。並んで、そうですね、そうですよね。こちらもミュージックビデオの撮影の一部で、こちらにねメンバーがみんな並んで踊ったりしてた場所になります。すごい、めちゃくちゃ迫力あるこの絵ですね。すごい、山ちゃんのいっぱいいろんなイラストが壁に貼ってあります。こちらも撮影、ミュージックビデオの撮影場所の一部になってます。次の場所に向かいたいと思います。なんかスタッフの方にいろいろね聞いたんですけど、もうなんか撮影はもう朝から晩までもうずっと撮影をしてたみたいです。もうなんかすごい緊張する、めちゃくちゃ緊張する。今度、今からは栄店さんであのメンバーも食べてた手羽先をいただきたいと思います。栄店さんに着きました。こちらのこの階段もミュージックビデオの中に登場してるシーンの一つです。世界の山ちゃん、この入り口の階段上がった、右手のところにあのミュージックビデオを撮影した時の記事が書かれてます。こちらにメンバーの色紙も飾ってありました。グループごとにね、6つのグループに分かれて書かれてます。まきちゃん、こちらで、メンバールカちゃんとかがね、あの手羽先持って食べてたシーンです。で、こちらここら辺のところであのメンバー踊ったりしてる場所になります。はい、こちらの場所で、マキちゃんたちがねあの踊ってた場所になります。すごい感動した。このこんなあの下駄箱のすぐ裏がね、この大きなあのメンバーの最後みんな座って一緒に手羽先を食べるっていうシーンにつながってるんだと思って、この下駄箱はすごい印象的だったので感動してます。広い、すごい足伸ばせるような。
こで最後まきちゃんがセリフ言って食べてましたね。めっちゃ感動する。鉄板ナポリタンと幻の手羽先です。では手羽先を今からいただきたいと思います。ちょっとねみかん、手羽先食べるの人生で2回目で、もう前食べたのがもう子供の頃なん で世界の山ちゃんさんの手羽先初めて食べるので、食べ方がでもね、この箸にね、箸の袋に食べ方がね載ってるんですよ。これをちょっと見て食べようかなと思います。でみかん、ちょっと辛いのが苦手なので胡椒を少なめで頼みました。はい、まずはここをひねってちぎる。こういう感じここにいいですか。で大きい方を歯で、あれ？合ってます？あ、これ失敗ですか？うん、失敗です。そう、ひねって。それ、OK です。おー、こんな感じ。で、これを挟んで、結構奥まで入れるという感じですか？はい。結構胡椒少なめでも胡椒の味しっかりしてます。おいしい。で、残ったところもしょくって、残った骨はこの中に入れるみたいです。初めて食べた手羽先、山ちゃん美味しい。ちょっと2回目あ、これでいいですか、はい、あ、ね、これをちょっと残るないや、美味しい。これ何本でもいけちゃいそうですね。あ、でも胡椒、でも少なめで、あ、みかんはちょうどいいぐらいかもしれない。でも辛いのが好きな方はもっとね、多めとかだと、すごい胡椒の味がしっかり味わえて、いいと思います。コツは何ですか？もうちょっと先、もう奥まで、あ、口。歯を挟んで、ベストして。あー。ミュージックビデオの方でも谷まりかちゃんが食べてた鉄板ナポリタンをいただきたいと思います。いただきます。ナポリタンは名古屋名物ということでね。でも久しぶりに食べるの、あれ、ナポリタン結構太い麺なの。うん、すごい麺がしっかりしてて、あ、弾力が結構あります。味も濃厚でめっちゃ美味しい。うん、あと中にウインナーとあとピーマンも、あと玉ねぎも入ってますね。で、下に卵が入ってます。やっぱ下のね、この卵と一緒に麺も絡めて一緒に食べると美味しいって教えていただきました。結構味濃いめだけど、みかん濃いめ大好きなんで全然
美味しいです。うん、卵もみかん大好きです。うん、とろとろ、卵がめっちゃ柔らかい。はい、ということで、手羽先とあのナポリタンをいただきました。みかんね、5本、1人前5本なんで5本入りの、あ、1人前をね、頼んだんですけど、なんか最初めちゃあの美味しい美味しいって食べたんですけど、だんだんお腹いっぱいになって、みかんはもう1人前でお腹いっぱいでした。で、なんかあの聞いたら、あのスタ、メンバーは、基本の辛口、山ちゃんのスタンダードの味の胡椒の量で食べてたみたいです。みかんは少なめで十分だったかなって思います。で、ちなみにこちらのね、あの席はミュージックビデオで最後のところでまきちゃんがね座ってたところです。ということで、今回この世界の山ちゃんさんの方で世界のスーパーヒーローのミュージックビデオの撮影の場所だったりをね、いろいろ見せていただいて、本当にもうなんか映像と同じ場所だと思って、もう見ながら動画撮りながらすごい感動してました。あのいろいろね、スタッフの方にもあのいろんなことを教えていただいて、ここでやってたよとかね教えてもらって、本当にあの緊張したんですけど楽しかったです。またね、プライベートでもあの友達だったりメンバーと一緒にあの遊びに行きたいなと思います。で、あの手羽先もね、ちゃんとね食べ方、最後ら辺はすごいねうまくね食べれたので、今度はみかんがね先生になって教えようと思います。ぜひ SK ファンの皆さんもぜひね、栄店さんと、女子大店さんの方があのミュージックビデオの撮影地になっているので、映像と照らし合わせながら、あ、ここだって確認したりしながら楽しんでいただけたらなと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。オタドルみかん TV のチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。以上、ルート25のみかんでした。バイバーイ。